おはようございます。安水でございます。今日はですね、夜散歩動画ですけれども、最近ね、やる気をすっかりなくしてモチベーションを失いつつありましたけれども、今日はですね、ちょっとモチベーションの、上げるためのテーマを決めまして、まあ、今までね、ここ大通公園いろんなカメラ撮ってきましたので、テーマ的にはいろんなカメラの夜動画企画ということで、今日はね、これ今撮ってるのが BMPCC4K ですね。こちらのねカメラを使って今日は夜散歩を撮っていきたいと思います。はい、それ今日のレンズの方ですけれども、まあ、パナライカ、はい、の何ミリだったかな、12ミリかな、の F1.4 のレンズを使ってます。それでね、マイクロフォーサーズなんですけれども、まあ、できる限りね明るいレンズを使おうということで、今回もね、そちらのレンズを使って撮ってます。で、BMPCC4K ね、全部マニュアルなんですよね。フォーカスから露出から全てマニュアルで撮りますので、なかなかね、難しいっちゃ難しいんですけれども、まあ雪祭りのね、経験を生かして大体こんなもんかなということでね、ヒストグラムを参考にしながらね、撮っていきたいと思います。さあ、いかがでございましょうか。はい、BMPCC4K はね、まあ、ご存知の通り、ローでね、全て撮影するということで、まあ残念ながらですね、 MPEG4 とかっていう普通のフォーマットはね録画することができません。全てねブラックマジックローっていうファイルなんですけど、まあそれがねとんでもなく重たいですから、α7S3 のね10ビットオールインとなら、はい、全然火じゃないですね。だいたいね今日の撮影で 500GB 以上のねファイルが使うっていうことになるとおそらく思います。はい、ね、BMPCC の、まあ、4K なんですけれども、このカメラのねありがたいのはですね、僕みたいな老眼な人間でも画面がね、モニターが何ですか、5インチぐらいの大きさあるんで、フォーカスをね合わせるときはね非常にね助かりますね。はい、一応ね、ローですので、まあ S ログと違ってですね、プラス補正に特にすることはないですね。カメラの露出にね合わせて普通に撮ってもね問題なので、撮れますね。あとはローですよね、ISO感度の変更や何かは全てソフトでねある程度融通が効きます。はい、いつものね、ところですけれども、これもね、電球にある程度露出を合わせてあげて、はい、それでね、撮ってあげれば、まあ、後でね、ISO 感度っていうのをソフト側でねちょっと変更すると大体適正露出で撮れることになると思います。ここねちょっと明るいとこですので、おそらく、F3 ですね、もう ISO1250、 これでねバランス取れてると思いますけどね。はい、ヒストグラムとねにらめっこ状態ですね。いかがでございましょうか。はい、ね、例のところですが、こうね明るいところになりますね。これまたねいろいろね露出が難しいんですけれども、どうですかね。まあこの間のね実験でも分かったんですけれども、やっぱりイルミネーションね、ある程度ね、飛ぶところは飛んだ方がなんか明るくね輝いているイルミネーションっていうことがきちんと表現できるので、
まあ、必ずしもね電球にねわざわざ露出を合わせるね必要はないっていうことですよね。はい、ということで12ミリですから画角はね35mm 換算でね24ミリぐらいの画角になりますけれども、いかがでございましょうか。中はねこういうふうになってます。はい、はい、今ね F4.6 でね撮ってますけどね、どうでしょうか。はい、F1.4 のね開放で撮ってますけれども、マイクロフォーサーズですとねまあぼかすのがこれが限界かな。はい、今日のね札幌はねなんかあったかいなと思ったら、ね、気温がですねはいご覧の通り5度ですね。はい、めちゃくちゃね今日はあったかいです。はい、もうこれねここ桜以外のね、模様もねあるんですね。まあ今ちょっとね桜になりましたけれども、さあどうですかね。F3.3 にねして撮ってますけれども、はい、やっぱりね観光客さんも今日はさすがにねほとんど見られなくなってきましたね。はい、最初ね、α の 7S3 でね撮った時はちょっと僕のね編集が乱暴すぎまして、なんて言ったらいいのかな、あの高感度でノイズがねほとんど乗らないのをいいことに、はい、どん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 ねアンプを持ち上げちゃったために、あの映像自体がねすっかりあのなんて言ったらいいのかな、あの HDR をね無理っくり強く設定したようなねベタっとしたね映像になりましたんでね、今度はちょっとねリベンジを図りたいとは思ってます。はい、比較ということでね、はい、札幌市役所とイルミネーション、はい、その時のね模様を撮ってますけれども、いかがでございましょうか。若者がねちょっと今盛り上がってましたけれども、はい、なんかね工事やってますね一生懸命。何の工事ですかね、はい、ビルのちょうど屋上の付近ですけれどもね。はい、ということでねいつものテレビ塔のね正面の方にねちょっと来ましたけれども、どうでしょうかね。α 7S3 ですね、左下の隅のね葉っぱ、これもねくっきりとディテール出てましたけど、はい、DMPCC4K ではねどうでしょうかね、気になりますね。はい、ということでね今日もまたこちらの方にやってまいりました。はい、クリスマスツリーですね。はい、いかがでございましょうか。はい、まあ比較ということでね、いつものソニーショップ3枚のね綺麗なねイルミネーションのところですけれども、はい、いかがでございましょうか、ね。まあ、一応ねここ、うん、もう ISO ね1250で撮ってます。はい、でちょうどねここが三越さんとこになりますね。はい、はい、たぬき工事の状況ですけれども、まあ、少ないっちゃ少ないんでしょうかね。札幌市のですね病床も、まあ、いわゆるね、熱が出てという患者の受け入れですね、残り30床しかないそうですね。はい、ですんであとは
もうね、入院される方は、まあ、お早めに先着30名様みたいな、ね、状態にちょっとなったんで、まあ、僕ねてっきりねもうねどこもね空いてないと思ったんですけど、まあ、まだねかろうじて30人分の余裕はあるみたいですね。ただこれもねもう状況によってもうすぐね埋まっちゃうでしょうからね、困ったもんですね。はい、ということでね、札幌でね今一番綺麗な場所はって言われてもここだと思うんですけれども、ここのね風景が僕一番イルミネーションよりも好きかな。はい、ということで、今日もね、長らく BMPCC4K のね、撮影にお付き合いいただきましてありがとうございました。はい、それではまたねお会いしましょう。さようなら。